こんにちは。携帯置きたいな。こんにちは。なんか予約して配信しようとしたけどやめた。今日は髪の毛ストレートです。大阪めっちゃ暑い。少し大人っぽいメイクになった。なったんかな、分からん。夏休み、夏っぽいこと。海行った。海と人生初海に行きました。見に行きました。あと川に行きました。ぐらいかな。人生初海は。人生初海、なんか夏っぽいことしたの海ぐらいかも。海と川ぐらい。人生、めっちゃ楽しかった。海に入った。めっちゃ楽しかった。海ってこんな楽しいんやみたいな。なんか今までいいのめっちゃ神経質っていうか、なんていうやろ、もう体がベタベタするだけでももうめっちゃイライラするんですよ。すごい、あもう無理、ベタベタなんてまあみたいな感じで、もうイライラしてもう海嫌いみたいな感じだったんですけど、海入れないみたいな。海は好きなんですけど、その行こうとはならないですよね。景色を見るみたいなのはいいんですけど、やったのに、まあ、今年は行ってすごい楽しかった。海入った、めっちゃもう溺れまくった。でもなんか今年は日焼けしてもいいかなと思って、もう特になんか黒くなっても別にいやみたいな感じで、まあ、日焼け止めになったけど、なんかそんなでもめっちゃ肩つくぐらいの日焼けをしないかも。最近めっちゃタンクトップとか着て外出るんですけど、服をなんかそういうこういうなんていうこういう系のタンクトップとなんかジーパンみたいな感じで合わせて外出るんですけど、めっちゃ焼けるじゃないですか、露出多いし。けど全然なんか思ってるよりかは焼けん、まあ、体は赤くなってるけど、めっちゃ思ってるよりかは焼けへんな。水着買った。そうめっちゃ砂つくでな、海だからなって感じ。キャーン、かわいい、ありがとう。キャーンって言っちゃった。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。今日めっちゃブスやけどなんかかわいいって言ってくれてありがとうございます。りょうさん、ありがとう。そうだからめっちゃっていうほどは焼けてないかな。だから焼けてんかもしれへんけど、なんか後ろの背中とかは焼けてるかもな。見えへんけど全然。なんか携帯がさどんどん暗くなるんやけど。そう水着を着ました。今年。でもなんかここら辺が焼けてる気がするな。手もねちょっと焼けたんよな。わかる、なんかね手の甲が焼けた。焼けてるくない？めっちゃ腕が焼けたかもしれん。ずっとなんかもう半袖とか着てるから、ほらちょっと焼けたの、ね、わかる。焼けてるでしょ手。こうしていやいやいやだ。ふーちゃんロスから1年さん、かわいい、ありがとうございます。お祭りは行ってないな。お祭りは行ってない。お祭りは行きたいけど人さ多いやん。なんかしょっぱさめっちゃ
人生初サーフィンをしたんですよね。サーフィンをしたんですよ。そんな興味なかったんですけど、今まで4人女友達4人で行って、でその人、その一人の子がめちゃくちゃ海好きで、でその子が行きたいって言ったから行こうみたいななったんですよね。もともといいの海、そのめっちゃ嫌で、ゆりなの周りの友達って海好きな子っていうか海行く子がいなくて、でもその友達になった子が海すごい好きな子で、でサーフィンをね、あのできる女子系女子なんですよ。めっちゃかっこいいじゃないですか。でサーフィンをその子がするって言って、で、まあ、経験ないじゃないですか、サーフィンする経験みたいな、まあ、今までなかったし、で、まあ、やってみようと思って、めっちゃ怖かったけどやって、まあ、立てなくて、まあ、結局立てないじゃないですか。でも4回5回ぐらいやったら立てて楽しかった。でもめっちゃ怖かったサーフィン。でもやることはなさそう。そうサーフィンした。しまちゃん可愛い、ありがとうございます。そう、初の海で初サーフィン、そう乗れて、でめっちゃ海でバーンって溺れるみたいな感じやから、耳と喉に海の水が入って、もうしょっぱいから喉がめっちゃ痛くてイガイガして気持ち悪かった、しんどかったけど、ほんまに楽しかった。びっしょびしょやった。髪の毛もさ、せっかく巻いたりさしてさ行ったのにさ、びっしょびしょなってさ、ギシギシなってさ、すぐ巻き取れてさ、メイクもさぐっちゃぐちゃなって、でもまあ楽しかったです。でもう最終髪の毛ぐしぎしすぎて髪の毛結んでみたいな感じにしましたけど、楽しかった、めっちゃ楽しかったです。あとは川に行ったんですけど、川も人が多い時に、人があんまいるとことか見られるのとかめっちゃ嫌いなんで、川も人がおれへんところを探して行って、もうマジで人を全然おらんとこにした。てかほんまにおらんかった。おっても釣りしてる人ぐらい、おっちゃんみたいなぐらいですね。そうバーベキューした。焼きマシュマロやった。最近マシュマロ好きで食べた。あでも今年はバーベキュー2回やったな。今年はってかこの夏はバーベキュー2回やったな。バーベキューもいいな。友達とやったの初めてかも。女友達みたいな、なんかほんまに家族と幼馴染とかそういう家族系でしかやったことなかった、初めてですね。そうなんか初めてこんな夏楽しんでる。そう楽しかったっていう感じですね。めっちゃね楽しいやつ。なんか今までそんな服装とかも夏ってめっちゃ露出するやん。もうなんかそんな今までやらんかったからさ、露出っていうかそんなやらん、露出っていうかT シャツとかワンピースとかばっかりやったけど、もうワンピースも着いひんくなって、ほんまになんかタンクトップにズボンとかなんかそういう系の服がめっちゃ増えて、服装も変わったし、なんやろ、そう楽しい。服装がめっちゃ変わったかも。なんかふわふわ系は着やんくなったな。あとカラー系めっちゃ着る。夏やから、ま、なんかピンクとかオレンジとか緑とか着るようになったかな。そうプールは行ってないな。行きたいけど行ってない。
肌っぽくなったんかな、分からん、分からんけど、どうなんでしょう、どうなんでしょう。なあ、前髪めっちゃキモいわ、キモいわとか言うなってな。海行く予定あります。つみやさん、かわいありがとうございます。ありがとう。浮き輪客なんかならんかったもいいかも、ゆりな。ななちゃん、かわいありがとう。髪の毛ほんまに切りたいね。でも切らん。もう切った、切ったら後悔するって分かってるからさ。切らんねんけどさ。こう置きたいな、ここに。ここに置きたいけど、置くさ、やつがない。たたたたた。髪そう、だからポニーテールしてた、ずっと。ポニーテールしてました。置くやつないかな、なんか、なんか置くやつが欲しいです。どうしよう、何置いたら、 何で置いたらいいの。ここで音うるさすぎる。ちょい待ち、ここで置きたいな。ここなんかないかな。ここ置きたい。これ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 を求めてます。いいな、置くやつ、置くやつ。あともう一個がな、あったらな、いいね。無理やな。あ、いけた。でもこれは危ない、後ろ。あのコップ、ガラスの、ガラスのコップ置いてます。ガラスのコップ置いてるから危ないですね。危なくない？めっちゃなんかないねんな、置けるやつが。なんかあるかな、なんかめっちゃ重たいやつがなくて。ないですね。服装似合ってる、ありがとうございます。こんにちは。これはこういう服です。かわいいでしょ？落ちへんこと願おう、みんなで。あみあみ。こんな顔すんなってな。アイスありがとうございます、マッチーさん。アイスもうさ、食べたすぎてやばいんやって。今日ほんまに食べたいね。もうめっちゃ食べて、もう暑いやん最近。ほんまに食べたくてさ、あの昨日なサーティワン食べたんやけど、でもいいね、いつもさあのさ6ポップとかあって、なんかポなんかもう今ないんやけど、そのプラスで1ポップ1ポップでこう値段上がっていくやつがあって、それを前6ポップ食べたんですけど、もうほんまにもうやばすぎて、で昨日はもうめっちゃ我慢してスモールダブルにしたんよ。もう食べたいの、今日も。
今日もアイス食べたいんですけど買いに行くのはだるいんで、でももうサーティーは食べたいけど、あのちょっと行くのはだるいから、あのコンビニにで我慢しようかなみたいな。かわいい、ありがとう。551の野菜アイス、そんなに食べられ、551の野菜アイス買いだめ。551あんま食べたことないかも。ピスタチオ食べた？めっちゃ美味しくない？あれあんまり？ゆいのはめっちゃ好きなんやけど、ゆいのはめっちゃ好きなんですけど、前髪切ろうかな後で。あ、かき氷食べたい。でもゆいのはアイスが一番食べたいです。アイスが食べたいです。私はコンビニ行って買おうかな。でもアイスってさ、ほんまに太るやん、太るやん。だからな、あかんねん、あかんねん、ほんまに食べたら。でも食べるんですけど、私は。でも今日はまだ何も食べてない。今日9時ぐらいから起きとったけど食べてないわ。お前髪ほんまにキモいんやけど。キモいとか言ったらダメ。雪見大福今年食べてへんかも。食べてないか。雪見大福はなあんま食べへんねんな。いいな、何食べるやろ。いいな、分からんな。ロッキーロード美味しいな。昨日ユリナはなんかホワイトチョコの、ホワイトチョコみたいななんか新しい新作のやつなんですけど、それを食べました。あとポッピングシャワー、ポッピングシャワーはずっと食べたい、食べたい、食べたいです。マジで雪見大福食べへん。何それ、イエーって、イエーってあってん、英語合ってるか分からないけど、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。サバのチンスコ飲んだ、めっちゃ美味しくないあれあとなんだやばい、ほうじ茶飲んだ、めっちゃ美味しい美味しいですね、あれ。しまちゃんありがとうございます。バラありがとう、十本もありがとうございます。何それ、ラブラブ、ありがとう。ラブだってんかな。ありがとうございます、キッチンさん。ありがとうございます。画面暗ない？めっちゃ。遊びに来たよ。ありがとうございます。ブルシチさんありがとう、あなたもありがとうございます、ありがとうございます。名前髪切りたい、ほらここが嫌やねん、ここ髪めっちゃ伸びた、伸びました。こんだけも、こんにちは、こんにちは、めっちゃ伸びた。いやー、ありがとうございます、ハートいっぱい、100個もありがとうございます、ありがとう。見えた、ミニゴミ入った、ちょっ
向けの、うん、やらんかも。やってもいいけど、やってもいいけどってか、全然何でもいいんですよ、やるの、やる、やらんは。けどゆりなのインスタって絶対面白くない？ SNS とか多分ツイートとか何もやらん気がする。やってなんかさ、そういうのめっちゃ 何ツイートしたらいいか分からんからやらん気がするかな。そう、日焼けしたよ。そう、海行ってめっちゃ日焼けした。あと川行って日焼けしました。分かった、ちょ、日焼けしたんよ。分かる？嫌やな、ちょっと日焼け気をつけよう。もうちょっと、ありがとうございます、りゅういちさん、ありがとう。やっぱ分かる？嫌やな。分かるか、日焼け気をつけよう。あー、確かに背景白やから分かるかも。まあほんまに焼けたな。こんにちは、こんにちは。こんにちは、やすべーさん、こんにちは。夏を満喫。イベントできないよ、そんなの私には。クラゲまだおらへんかったな。おらへんかった、最近日差しやばいでな。わかるわ、暑いし焼けるし熱中症になりかけるし嫌よ。梅知恵さん、こんにちは、こんにちは。クラゲはボンすぎてから、やばい、鼻かゆい、無理。お腹すいてきた。クーラーなきゃそれな、ほんまに無理やわ。お昼、そう、ご飯まだ何も食べてへん。前髪のな量が変すぎてさ無理なんですけど、こうか。最近滑らない話ない、滑らないお話とかないで、ゆりな。え、最近、え、ゆりのも麺類いいのさ聞いて。そう、最近のさラーメンとかほんまに食べへんくて今まで、けどラーメンを食べるようになったんですよ最近。油そばにハマってて、一生油そば食べてる。一生は続いたけど月3ぐらいでは食べてる。やばくない？え、ゆりのほんまにラーメンとか食べへんかったのに食べるようになったねん。あと昨日は、あ、聞いて、あの昨日サーティワンしか食べてなくて、お昼の11時ぐらいから、そっから昨日夜まで何にも食べてなくて、で寝ようとしたけど、やっぱなんか食べたいなみたいな思って、ね、眠気も買ったんですけど、まあ、久々に夜ご飯、夜なんかこう深夜系に食べるのって一番美味しいやん。だから、まあ、久々に食べようと思って、もう別に太っても、まあもう、まあ、一応ちょっと痩せたし、まあ、太ってもまあいいやみたいな、別に見られることなんかないしみたいな感じで、昨日はうどんを食べに行ったんですよ、夜中の12時ぐらいに。やばくない？夜中の12時ぐらいに食べましたね。でもその前をまずもう全然何も食べてなかったから、まあいいやみたいなと思って食べました。はい、食べましたね。山かきうどんを食べました。ほんまはなんかすき家行こうかなみたいな思ったんですけど、まあ、すき家くうどんやったら、まあ、うどんの方がカロリーまだ低いし、まあ、罪悪感はそこまでないから、まあ、うどんでいいわみたいな感じで思って行きました。
そう、行きました。久々に夜中に何か食べましたね。そう、深夜うどんを食べに行きました。でもなんか痩せなんか弥生からもなんか普通に弥生となんか話しとったらいきなりなんか全然なんかここ行きたくないみたいな感じで、普通になんか普通に行きたいところを話してたら、てかさ全然話違うけどさ痩せたって来とった。うん、痩せたってだよねって嬉しいって思った。今泉からも痩せたって言われた。痩せたって言って、そう急にね。てかさ全然話違うけどさ痩せたって話違いすぎてくさって思いました。そう、牛丼はさ、なんかゆいなが好きや言ったら食べたかったのが明太高菜みたいな食べようと思ったんですけど、いやさすがにやばいかなみたいな。ハートありがとう、りゅういちさんありがとうございますって感じでしたね。髪の毛めっちゃ伸びた、ほら見せ方。ウーバーとか使わんなあんまり。なんか使おうと思っていつもさ見るんやけどさ、なんかさ来るのも遅いやん。やったらもうコンビニでいいわみたいな思っちゃうね。りゅういちさんハートありがとう、ありがとう。コンビニでいいわってか、もう食べやんとこうってなるな。ゆりなは最近動くのがめんどくさいんで食べやんとこうってなる。友達とったら食べるけど、過去どうなんやろ。でも、いや、もともとは高校とかはこれぐらいやったんですけど、これぐらいになる前に切って切ってみたいな。でも前これぐらいになった時に切りました。これぐらいまで5センチぐらいでまた伸びてみたいな感じです。明太も牛肉しか、ほぼなんかそれ美味しいでな。いやさ好きやあんまいかんかったんやけどさ、今まで美味しいなと思って。あと最近はパンを食べます。明太フランスパンを一生食べてるな。朝パン屋さん行って、朝の9時か10時ぐらいにパン屋さん行って、明太フランスパンを食べます。それめっちゃ食べるな。一昨日も食べたし、その前も食べたし、で食べて9時ぐらいに食べて、まあカロリー高いやんパンとか。だからでもそっから9時ぐらいに食べて、夕方の、その5時6時夜ご飯までは何も食べへんかも。でもパン食べるな最近。ノーマルの牛丼かでもさ、なんやかんや一番美味しくない？なんかさ全部そうな気がする。パン屋さんとかもさ、クロワッサンとかもさ、一番ノーマルがさ結局は美味しいなみたいな。シュークリームとかもビアードパパみたいなやつもさ、一番ノーマルが結局は美味しいなーって。そう、塩パンもめっちゃ美味しいでな。塩パンも食べる。で塩パンってめっちゃ安くない？90円とか80円やん。で食べたりするけど、ゆいのフランスパンを一生食べてるな。あとメロンパン食べてる。この間メロンパンマフィンみたいなやつ食べてめっちゃ美味しかった。なんかもう外がメロンパンの生地のサクサク系で、中がホワホワみたいな、めっちゃくちゃ美味しくて、それ食べた。食パンは何枚切り？食パン何やろ、分からん。何枚切りなんやろ。太いやつ？薄いやつは食べへんかな。でも食パン最近、食パンも一時期めっちゃ食べとって、で
あのあれ食べあれ塗ってる、あのメロンパンの生地の塗るやつ、それを塗って焼いたらメロンパンみたいにカリカリになるんやけど、それがなんかカレーパン、カレーの種類かなんかいろんな種類があって、いうのはメロンパンのなんかこういう入れ物、まあ普通入れ物でが普通の丸い入れ物にあって、なんかそのメロンパンのやつ塗って生地で焼いたらメロンパンのあれみたいにカリカリになるんやけど、それを食べてます。それめっちゃ美味しい。そう食べてますね。最近なんかモーニング行くようになった。あの最近はほんまに早く起きるんですよ。起きるっていうかもう寝るのも10時半とか11時ぐらいには寝て、早くても10時半には寝るな、遅くても12時とかで10時半とかに寝て、朝の6時とか7時に起きるんですけど、休みの日でも10時半とか11時に寝て8時とか9時ぐらいに起きて、そのままモーニング行って朝食べます。ご飯やばくない？今まで朝とかさ、今日は何も食べてないんやけど、朝食とかさなんか食べへんかったのにさ、起きんのも遅いし、もう生活だらだらすぎて、けど最近はめっちゃ規則正しい生活で朝ごはんも食べてみたいなしてます。そう、こんにちは、こんにちは。すごくない？いいな、あんな寝るの遅かったのに。でも今日、昨日はその昨日の12時ぐらいにあのうどんを食べに行ったから、あの今日は食べてない。ちょっと断食っていうか、昨日食べてから時間空けようと思ってまだ食べてないから、食べるのはもう夕方の6時ぐらいで、あのもうおかずだけ食べようと思って、ご飯の。こんにちは、こんにちは。頑張ってください、頑張ります。なんかりょうさんだけさ、なんか左にクマみたいについてんけど、何なんこれ。まずクマなんこれ、何これ。コーヒー飲まれへんでいるな。あ、うどんをさ食べてからさ全然お腹いっぱいならんくてさ、なんか全然食べれるって感じだった。食べへんかったけど、そう、なんか食べたいけどって感じ。スタバでゆりなはほうじ茶か抹茶か、最近やったチンスコ、でも基本は抹茶かな。抹茶かほうじ茶飲むな。前はずっとほうじ茶飲んでて、でなくなったじゃないですか。ではまたほうじ茶出たからほうじ茶飲んでる。ほうじ茶カロリー低いし飲んでます。なあ、やってあれ280ちょいとかし飲んでますね。チンスコートかな、高いけど。でもあれブドウが一番高いやん。飲んでないけど、まだ飲んだけど1本まるまるは飲んで。頑張ってください、お仕事頑張って。今お昼休憩、仕事のお昼休憩なんかな。みんなスタバはショートかな、ショートか普通のサイズ。なんかそのチンスコのやつとかはさ、普通のさサイズしか無理やからさ、普通のやつにするけど、選べるやつやったらショート。もうほんまに小さいやつとかしか頼まんな。チンスコめっちゃ美味しいで、はあ、あくびしされた。でもどこ行ってもな、最近売り切れてるチンスコは。最近でもほんまにスタバ行くな、結構スタバ行きます。飲んでください、めっちゃ美味しいです。
売り切れてるな、スタバ、ちんすこは。最近さ、話全然違うけど、めっちゃ蚊に噛まれるんやけど、めっちゃ痒い足、短パンとかさ履くんやけどさ、それでかな、めっちゃ痒いわ。こんにちは、こんにちは。やばい、アイス食べたい、どうしよう。でもさ、どうしよう。なんか最近な、もうな、これっていうな、アイスをないねんな。これっていう、食べたいっていうアイスがなくて、コンビニも。だからさ、もう結局はアンテナ、ハーゲンダッツとかさ、もうハーゲンダッツのノーマルの、あのバニラか抹茶飲むんや、食べるんやけど、なんかないねん、これっていうアイスが。でもアイス食べたい、めっちゃ。スタバ飲みに行ってきてください、めっちゃ美味しいんで。美味しいから飲みに行ってきて。ドン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 。はあ。ジェラートめっちゃ好き、ユリナ。ジェラートは好き。ガリガリ君は食べへん、逆に。こんにちは、こんにちは。マスオさん、ありがとうございます。バラ、ありがとう、あら、ありがとうございます。悲しげな顔。やばい、足かゆい。めっちゃさ、蚊に噛まれてめっちゃかゆいんやけど。足のマッサージでもしとくわ、配信中に。ガリガリ君は食べませんね。スーパーカップを最近食べようと思って、ま、あの何、チョコチップのやつ食べようと思うけど、いつもなんかさ、ないんやけど。下短パン、あ、ほんまはこの服の時はあのズボンなんですけど、家なんで部屋着の短パンです。この服の時は白のズボンか薄いジーパンなんですけど、今はもう家なんで短パンです。顔に噛まれ、なんて言うんじゃ、逆に。顔に噛まれるって言わん。やばい、足しびれてきた。キャー、足痛い、しびれる、無理。あつしさん、ハートありがとうございます。ハート、ありがとう。いっぱいハートありがとうございます。ハートありがとうございます。ゆわちゃんさん、バラありがとうございます。パッパッパッ。ランズさんもありがとう、バラ。ありがとうございます。あつしさんもハートありがとうございます。ヤッシーさん、最近熱いあったかか、めっちゃ母さ現れる。ありがとうございます。バラバラー、ハートハートバラー、ありがとう。やばい、かゆい。でもなんか、きすぎたらあかんねんな、肩になるからな。我慢します。赤ちゃんになってません、大人です。ガワさん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。もうね、今年はもう二十歳なんで、大人なんですよ、ユリナは。もう今年は二十歳です、大人です。
無比なユリナの家ないんですよ。ゴキブリ、あー見るかも。今年めっちゃ見る、ユリナも見るわ。外とかさ、オンでな、たまにおるよな。フルシティさん、ありがとう。やばい、チンアナゴやのにチンスコーって言いかけた。ありがとうございます、チンアナゴ、ありがとう。フルシティさん、ありがとう。大人ユリナ、大人ユリナ。ありがとうございます。一生ショールームしとける。なんかさ、やっぱさ、友達とな、今までさ、ファンの人とさずっと喋ってたやん、こうやって。でさ、もうそっからさ、友達としか喋らんなったやんか。ずっと友達としか、もうほんまになんか友達って感じの人としかさ喋らんくて、今までずっとな。けどさ、やっぱショールームしたらな、感覚が違うね。その喋る時の感覚が違うくて、めっちゃ楽しい。なんかわかる？なんかさ、ちゃうやん、なんて言ったらいいか分からんけど、ちゃうねん、とりあえずちゃうねんな。そう、楽しいです。なんか自分を出せるみたいな、自分、そう、言葉遣いも違うし、なんか、なんやろうな、なんかちゃうな。ちゃうねん、そう。なんか久々の感覚、これが。ショールームしたらいつも思う、なんかね、懐かしいってなる。久々、なんか感覚な、懐かしいってなるな。確かに年上が多いからかもな、かもなって。リップの色なくなってきた。緊急事態。まあそう、毎日やってたからね。あやかね、久しぶり、久しぶり。今思い出した、夏っぽいこと、ひまわり畑も行きました。いや、めっちゃ夏っぽいことしてるな。バーベキューしたし、海行ったし、川行ったし、ひまわり畑行きました。夏っぽいことしてます、いっぱいいっぱいしてるわ。あとはしてないですね。あとは何したやろ、してないな。そう、そういうな、ゆりなが今までひまわり畑行っとったら、多分白いワンピースとかやけど、今日、最近、その日はタンクトップ、こういう、なんていう、キャミソールみたいなやつに、ズボンに、で、写真撮るときだけサングラスかけて写真撮った。こんなして撮りました。だからめっちゃ可愛い系の服じゃないですよ。カラー系のやつですね。カラーを入れた服を着ました。バーベキューした。麦わら帽子とかもな、やってないけど、もうサングラスしてとか。海行った時はね、あのベージュ系のピンクベージュみたいな感じのサングラス、水着が、あのそういう黒とかじゃなくて、白系の水着、白系ってか、まあ白なんですけど、白の水着やったから、黒のサングラスよりそういうピンクベージュの方が似合うから、ピンクベージュのやつかけて、ポニーテールして、シュシュつけて写真撮った。そう、ひまわり畑でも焼けたんや、今思った。
そう、焼ける場所いっぱいあるわ。焼ける場所しか行ってない。でも夏は焼ける場所しかないねん。もう家で遊ぶとかさ、ないやん。もう夏はな、日焼けするとこしかない。だからすごく日焼けをしました。そうぐらい、うん、ぐらいですね。あと何、その日なんかしたっけ、分からん。なんかあったっけな、なんか何したか忘れたけど、もういっぱい遊んでます。日焼け止め塗るけど効いてるか分からんよな実際。でもあんなにこんな焼けるとこ行ってめっちゃそこまで焼けてないのは、まあ、あるんかな意味が。そう、汗だくだくにはならないんですよ。もともと汗かく体質じゃなくて汗かかないんですよね。そう、あんま汗かかんな、ゆりな。なんかこう、何、汗がポタポタなるとかもないですね。垂れるとかないですね。羨ましいです。そう、水いっぱい飲んでてもなるねんで、ね、嫌じゃない。今いいね、痩せました。ほんまに。あ、でもなんかその何やろ、痩せたって感じのとこはないですね。でもね、鎖骨が出るようになった。ちょっとだけなんかいいの、骨格的に鎖骨でやんみたいな、なんか思ってたんですけど出るようになりましたね。何変わったか分からん。まあ、服もいろんな着れるようになったし、私水着も着ろうってねなりましたね。ぐらい、以上。あ、でもな、最近な、いやさ、外行ったらさ絶対さ水しか飲まんかったんやけどさ、あのコーラとかをね頼んで飲んじゃうんですよ最近。もう夏になったらやばい、夏の炭酸美味しいってなってコーラ頼んじゃうな最近は。もうちょっとね元に戻そうと思うけど、もともと水しか飲まんかったのに、ジュースさあんま好きちゃうくて、いやそういうジュースあんま好きちゃうねんなもともと。けど最近なコーラ飲むな、ちょっとやめやなとか思うけど、なんか夏やから飲んじゃう。痩せました。そんな嬉しい。なんかさ、もともとのさゆりなのあの太ってる時代をさ、なんかそんな周りの人は知らんからさあれやけど、でも痩せたか、嬉しいよ。嬉しいよ。コーラーな、中毒性あるな、美味しいよな。いや、メロンソーダ飲んだことない多分。いや飲んだことない。そう、飲んだことない。メロンソーダは飲んだことないですね。あ、ここのニキビできたね、痛い。今何時ですか？はよ。そんな時間も経って。
自己判何食べよう今日、何食べようかな、でもお腹空いてきたんですけど、何食べよう、何か食べたいけど、何がいいと思う、みんな目だけ配信、こんにちは、お腹空いたでな、何食べよう、ゆりな、でもヨーグルト食べたい、今日は何も言ってないです、今日は何も言ってないですね何も言ってない、マック配信はゆいながさ配信さ6時までやったらさマックド行かへんの小籠包を食べたい、ていうかさ声めっちゃガラガラなんやけど、ゆいな予定ない日めっちゃ珍しい、基本さ予定めっちゃパンパンに詰める系なんで、予定ない日とかなんか嫌なんですよ、めっちゃ予定詰めたくなるんですけど、今日は予定ないな、もともとなんかバイト入れてたんですけど、なんか休みになってて、そうで、いいのがもうあれだ、こんにちは、こんにちは、逆に6時までやるのは絶対無理でな、なあ多分宿題がさやばいんですよ、よやばいんですけど、宿題をまず何が何の宿題があるかまず把握してないから分からん、まずそこからやねんな、ゆりな宿題さ何あるか分からんくてさ、分からんね、分からないの、やばくない、ほんまにやばくない、え、でもさ夏休みないんやって、2週間ぐらいしかないねん、やばくない、2週間ってやばくない、普通に考えて、でさめっちゃ死ぬほどさ宿題あってさ、やばいんやけど、夏休みじゃないもん、2週間とか春休みやもん、絶対にマジで無理、マジで無理、マジで無理、英語とかある、しまちゃんかわいい、ありがとう、ありがとう、そう、どのくらいさなんかな、あこれかこれあったなみたいな分かるけどさ全然分かる、はあ死んだ、死にました、南死、南死亡、やらかし、今思い出した、最悪、持って帰ってくるの忘れた、夏休み中に、えやばいんですけど、夏休み中に全部なんかやりなんかなあんねん、やらないとかのネジを回して取って一本一本一本取って全部入れ替えて、またそのネジ回して一本一本一本付け替えるっていう作業があるのに、入れ替えるやつを持って帰ってくるの忘れた、死んだ、マジ死んだ、いやもういいです、ああ最悪、あれいつ停止とない、まあ、いけるか、ネジ
とかを持ってきたんですけど、何て言うん、刺すやつ持って帰ってくるの。最悪。いいです。まあいいや。提出とかじゃないし、この日の授業までにまあやり替えといてくださいみたいな感じなんで、まあその授業までにやったらいいから、朝早く行くわ。学校でやり返してやり直すわ。それ提出じゃないから。ああ、髪の毛さ、黒染めやらなあかんし。はじめまして、はじめまして。あ、聞いてください、パリジェンヌというやつあってたんですよ。ちょ、見え方わからんな。ビューラーみたいなやらんでも上がるんですけど、ほらわかる、わかる、パーンって上がってるの。わからん、見せ方さ難しい。ほら見えへんな、ほらほら、わかる、わからん、みんなわかって、みんな分かってくれ。やばい、携帯の充電はあるけど、グラスが落ちそうやった。そう、松葉、松葉ってやつですね。携帯スタンド買ってへんで。前髪切ろう、この配信終わったら。やるピースやらん。ギャル。今やってみた。このさ、配信終わったら何しよう。やることないねんな。宿題でもしようかな。久々ね、ゆっくり家おるし、宿題でもしようかなって思うけど、やりたくないです。そう、これ長袖で、でもともとほんまこういうね、あれなんですよ、下ろせるやつなんですけど、これてか、このこれで着るんですけど、で上これ羽織るみたいな感じです。ここもこういう感じで垂らすみたいな感じなんですけど、着てます。ねえ、かおくん、寝る。でもさ、眠くないねんな。何しよう、とりあえずドラマ見ようかな。溜まってたドラマとか見て、そう、涼しいけどさ、日焼け対策にもなる。これで網やからさ、熱くないねん。下は
いつも家でおるときは短パンやな。ヨーグルト食べるか食べへんかで悩んでます。ドゥ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 。今日はハンバーグを作ろうと思います。ハンバーグを作ろうと思ってるので、買い出しとかにも行きたいかなっていうの。頑張ってくださいお仕事、頑張ってください。ファイトファイトファイト。チーズハンバーグ、チーズハンバーグと普通のハンバーグ作ろうかなって思ってるけど、やることあるけどさ、夜ご飯はまだやんと思ってどうしようかなみたいな。チーズハンバーグと普通のハンバーグ作ろうかなと思ってるけど、一人2個って多い。ハンバーグ一人2個って多いかな。これぐらいのハンバーグ、これぐらいのハンバーグを2個って多い。でもさ、ハンバーグとサラダと白ご飯とお味噌汁とかがいいかな。でもさ、お味噌汁作るのめんどくさいから嫌なんだ。何にしよう。チーズ中に入れるやつ。人参嫌いなんですよ。自炊全然しないで、ほんまにしないで。あの何にもない日はまあゆりなが作ろうかなみたいな感じで、暇やし作るみたいな感じで言ってるけど、あの基本ゆりな用事あるんで、あのやらないです、そんなこと。しかもあの基本食べないです、ご飯、夜ご飯。あの家にバイトとかあるし、帰ってきたら遅いしさ、食べへんから、そうやらんな。しまちゃんバラありがとうございます。ありがとう、しまちゃんバラありがとうございます。ありがとうございます、バラありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、でもな、でも正味何まだ作ろうか悩んでる。何がいいと思う、みんな。何がいいと思う。そうめんとかは嫌、うどんとかも嫌。あの仕事とかさ、パパとかママとか終わって帰ってきて、あーこれご飯食べれるみたいになる感じのご飯がいいねんなって思ったらさ、何がいいんやろうと思って、分からんねん。でもとりあえずハンバーグがいいかなみたいな感じで思ってハンバーグにしたんですけど。そう、麻婆豆腐は前作ったんですよね。そう、麻婆豆腐さ、前作ったからさ、ちゃうのがいいかなと思って。カレーはいいのが嫌ですね、ちょっと。ひき肉からこねるかな。前はなんかしゃぶしゃぶのさ、豚にさ、なんかキ
ャベツとか千切りキャベツとかそういうのとか巻いてごまだれとか作って、でその冷しゃぶの冷しゃぶみたいなやつにお酒を入れて蒸してみたいな、めっちゃヘルシー系のやつと、あと串系なんていうの、そういうの作ったんですけど、何がいいかなと思って悩んでる、どうしようかな。でもさ、正味さ、ハンバーグって簡単かな、あんまな、1回ぐらいしか作ったことないねんな。ハンバーグって簡単？どう？時間かかる？ハンバーグさ、どれぐらいに作ったらいいんやろ。なんか5時とかには帰ってくるんですよね。帰ってくるか知らんけど、基本6時とかなんですけど、今日はなんか早そうな感じするんで、5時半ぐらい、6時とか言ったらさ、何時に作り出したらいいんやろ。4時ぐらい？肉詰め、あーいいな、あり、確かにあり。どうしよう。でもさ、買い出しもな、行ってないねん、行かなあかんやんかってなったらさ、何時ぐらいからさ作り出したらいいんやろ。4時ぐらい？ぐらいかな。炊き込むご飯や、ご飯なんかさむずそうや、もう普通に、もう普通の白ご飯しか入れるの無理なんです。あ、でも雑穀米やりたいねんな。白ご飯より体にいいやんか。でもさ、ゆいなは悩んでんねん、白ご飯食べようかおかずだけ食べようかっていう悩んでる。でもどうしようって悩んでますね。食べようか食べんか、白ご飯一口とかめっちゃちょっとだけ食べるか、雑穀米にして食べるかっていう悩んでます。どうしよう。なあ、味噌にダメ、ゆりなが食べられんかダメ、ゆいのは魚食べられへんからダメ。見に、美味しそう。1時間あれば、確かにそうやな。じゃあどうしよう、4時ぐらいから作って、4時ぐらいから作ろうかな。どう？なし？あり？それやっぱハンバーグにして、おかず、おかずがハンバーグサラダとハンバーグと、サラダとハンバーグと白ご飯と、あともう一個欲しくない？いらん？お味噌汁、やっぱりお味噌汁がいいかな。なん、買い出しとかさ、あといつ行こう。スープの方がいい？お味噌汁より。やったらさ、もうさ、お湯入れて作れるやつでいいかな。で
も4時ぐらいに作るなら3時ぐらいに行くわ。今が1時半とかやろ。じゃあ3時ぐらいとかの方がいいんかな。分からん、そういうの計算できないんですよ私。じゃあそれでいいや。パン粉は家にあるからね大丈夫なんですよ。いるのは玉ねぎとか、玉ねぎ、合いびき肉ぐらいじゃない。だってさ、ソースとかそういうのも家にあるしさ、チーズも多分家にあったんやねんな。あとサラダとかじゃない。パン粉も家にあるし、ブロッコリーを最近食べて、ナツメグ確かに入れるな。ナツメグあんま好きちゃうね。じゃあそろそろ終わろうかな。そろそろね、終わりたいと思います。もうちょっとで今何時なん。まだ終わらんけど。ヨッシーさんありがとうございます。チンアナゴありがとう。バイトしてる。なんか夏休みほぼバイトないけど、イリナ。じゃあ30分ぐらいに終わりたいと思います。みんな教えてくれる時間ありがとう。じゃあ3位からランキング読んで終わりたいと思います。では3位はしまちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます、しまちゃん、ありがとう。2位はいわちゃんさん、ありがとうございます。1位はトゥル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 ポーン、マッチーさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。配信を見てくださりありがとうございます。めっちゃねゲリラ配信やけど、多分いいのを予約して配信することはないと思うんで、これからも。だからまた見てください、お時間があれば。では終わりたいと思います。バイバーイ。